はい、こんにちは、高井です。今日はね、フィットを買いましたんで、ちょっとそのレビューをやっていきたいと思います。まずトランクのところから紹介していきます。結構後ろ広くてね、いろんなものが置けそうですね。広さがなかなかこう動画では伝わりにくいんですけど、こんな感じになってます。こんな感じです、外観。タイヤダンロップです。光が、では車内の紹介をしていきたいと思います。エンジンこれでつけますね。こんな感じです。ここにね、アベレージが書いてますね。リッター何キロで走ってるか。まだちょっとしか走ってないんで、7.5 キロになってますけど、これからたくさん走ってね、どのぐらいのアベレージになるのか見ていきたいと思います。で、上にね、0、25、50というのが書いてるんですけど、走ってると、ここにランプがついてね、例えばリッター25キロのとこでランプがついてたら、そのぐらいの燃費になるそうです。あと、ここに、緑の葉っぱのマーク、光でついてると思うんですけど、ここ、なんかエコ走行っていうのがあるみたいだね。このエコ走行を選んでると、燃費よく走れるみたいです。ただあんまりスピード出ないんで、高速とかで追い越しするときはエコ走行を切っといた方が良さそうです。で、僕が一番気に入ったのはね、この iPhone と Bluetooth で、つなげることですね。ケーブルなしで iPhone で流す音楽が車から出てくるというような感じです。ちょっとウーラの音楽を流してみましょう。あとね、シフトレバーの横にね、この、アイドリングっていうボタンがあります。このアイドリングは通常オンにしとくんですけれども、例えば信号待ちしてる時にね、自動的にエンジンが切れます。で、そして発進するときはまた自動的にエンジンがつくというような機能になってます。アイドリングしたくない人はね、このオフのボタンを押したらいいみたいですけど、まあ、通常はアイドリングしといた方が燃費がいいと思います。ナビの紹介もしておきます。ナビはね、ホンダのナビを入れてるんですけど、この、インターナビっていうのを押します。そうするとね、近くの駐車場を探してくれるようなボタンもあります。一回探してみましょうか。今探してるとこですね。駐車場情報を取得しました。で、近くの駐車場、詳細情報を押すと、空車とか満車率、何台収容できて、いくらかっていうのまで出てきます。これはね、非常に便利かなというふうに思います。運転席はこんな風になってます。半年の予算乗ったら、今日は新型フィットのレビューをしました。非常に快適なのでおすすめです。ぜひ皆さんも買ってみてください。以上です。